マナ、うつむいて歩くのちょっと疲れちゃったかも。天下ちゃんは大丈夫？天下も腰痛くなってきた。あと歩くのも。あら、そうなの？ちょっと休もうか。でも宝物早く見つけなきゃ。二人とも頑張り屋さん。だけど体を痛めちゃったらおやつも美味しくないかもよ。アマナもそう思う。そうかな。うん、それじゃあ全体止まれ。休憩。宝物意外に見つからないね。そうね、目立つ包みだからもっと簡単かなって思ってたんだけど。天下ちゃん、腰トントンしよっか。ううん、千雪さんにそんなのさせられない。あ、じゃあアマナがトントンする。ううん。だったら天下ちゃんも私にトントンしてくれるっていうのはどう？ちゆきさん。じゃあアマナもみんなでやろう。輪になるのね。天下ちゃんはどう？うん、天下もトントンする。よいしょ。トントン、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 トントン。ふぅ、気持ちいい。もう、アマナちゃんったらおばあちゃんみたい。にぃ、なあちゃん、おばあちゃんになった。そんなことないもん。かわいいおばあちゃんよ。もう、アマナがおばあちゃんになったら、みんなもおばあちゃんなんだからね。そうね。私もおばあちゃん。トントンするのじゃ。あ、天下もトントンするのじゃ。なんで二人ともおばあちゃんになっちゃうの？アマナちゃんがそう言ったんだもん。うん、なあちゃんが言った。そうだけど、アマナもトントンするのじゃ。あ、アマナちゃん強いよ。元気なおばあちゃん。それじゃあちょっと伸びてから再開しようね。うん、うん、うーん。気持ちいいお天気。雲ふわふわ、美味しそう。うん、ふわふわ。あれは綿雲っていう雲ね。春になると出てくる雲。へえ、なんかすっごく甘そうだね。あ、そうだ、ちゆきさん、デザートどんなの選んでくれたの？それはそれは開けてみるまでのお楽しみ。じゃあ早く見つけないとだ。うん、そうね。このまま雲を眺めていたいけど、空にデザートはないものね。早く出てこい、デザート。出てこい、デザート。あ、あれ？どうしたの？あ、あれ？
のバッグ。何？あっち、あの木の枝にかかってる。え？あら？アルストロメリアって書いてある。やったー！お宝発見！アマナたち、一番乗りかな？そうかも。急いで戻っちゃおっか。うん！でも、その前に、中見てもいい？あ、見よう見よう！うん。あ、雲！え、雲？うん、綿飴！え、アマナも見たい！私が隠したんじゃないけど、見つけてもらってなんだか嬉しいな。お空を見てたおかげ。うん、かがんでないで上を見てればよかったんだね。うわぁ、すごく素敵な言葉ね。上を見て歩いていれば探し物が見つかるんだ。素敵な言葉？うん。だって、かがんでたら、おばあちゃんになっちゃうんだもん。うん。かがんでたら、おばあちゃんになった。ふふ、二人とも。じゃあ、お空を見ながら戻りましょうね。うん。うん。なあ、赤穂。そっちの影に隠れてねえか？こっちにはなさそうです。そっか。草が多いところか。あとは、あたしらでも届きそうな木とかが怪しいんだよな。あら、ジュリー、詳しいのね。いや、詳しいっつうか、ただの、貫通か。じゃあ、見ててね、リンデちゃん。引くよ。バーン！お疲れ様、ジュリちゃん。あ、なんだよ、チョコ。急にびっくりすんだろ。ごめんね。ちょっと、はしゃぎたくなったと言いますか。ふざけてみたと言いますか。はあ？大変。興味深いです。ん？あ、ジュリちゃん、背中に何かついてます。今、チョコ先輩がバーンってしたところです。え、なんだ？これ、葉っぱ？すごいです。葉っぱ、全然落ちません。本当だわ。これ服にくっついているの？やっぱりすぐ気づかれちゃうね。そこにくっつく葉っぱが生えてたんだ。小さい頃遊んでたなーって思い出しちゃって。おはようって言いながらくっそり背中につけたりとか。あれ？リンゼちゃんとナツハちゃんはわかるけど、カホとジュリちゃんは遊ばなかった？私、初めてです！くっつく葉っぱ、すごいです。私も、そんなにはな。私も知らなかったけど、面白いものであることは確かね。チヨコ、これはどうやって使ったらいいの？手順とかは特にないよ。普通に葉っぱを取ってきて、服に押し付ければ大丈夫。ほら、こんな感じで。すごいわ。私も早く探さなくちゃ。はあ、綺麗にくっつくもんだな。
よし、じゃあカホ、ちょっとこっち向けるか。うん、はい。私がチョコからもらった葉っぱをほら、こうしたらなんか紋章みたいじゃね。紋章？本当です、紋章です、すっごくかっこいいです。ありがとうございます、ジュリちゃん。ジュリちゃんかっこいい。 うるせえって。リンゼさん見てください、私紋章をもらいました。ふふ、とても立派です。それではこちらも。ああ、リンゼさんもくれるんですか？はい、こちらは勇気の紋章と名付けましょう。勇気の紋章、すごいです。勇気が湧いてくる気がします。なかなか心にくいことをやっているのね。おい夏葉、お前どんだけ服につけてんだよ。そういうことなら私からも贈呈していいかしら。夏葉さんからもですか？もちろん。そうね、これは知恵の紋章よ。知恵の紋章？ええ、勇気の傍らには知恵も必要だもの。はい。夏葉さん。それじゃあ私からの紋章は、カホ、これも受け取ってください。頑張りの紋章です。よし、できた。実行委員のお仕事、この後も頑張ってね。チョコ先輩、すごいです。紋章4つになりました。ねえねえ、ジュリちゃんの紋章もなんか名前決めたら？そうだな、一番最初のやつだから、始まりの紋章とか。始まり？すっごくかっこいいです。ならいいんだけど。そしたら、今度は私の番ですね。最後のこれは、友情の紋章に決まりました。おお、素晴らしいわ、カホ。四つの紋章を、つなぐもの、なのですね。カホの紋章って感じだね。おお、かっこいいぞ、カホ。ありがとうございます。いっぱいもらったの、豆丸にも見せてあげたいです。豆丸も今日までいっぱい手伝ってくれたので。あれ、でも豆丸いないね。はい、さっき向こうで遊んでいたので後で見せます。これをつけてたら絶対誰にも負けませんから。宝探しで一番になって、紋章のおかげなんだよって豆丸に報告するんです。って、あー、宝探し途中だよ。まずいわ。とにかく今から捜索再開よ。各自怪しそうなところを確認。他のユニットまだ見つけてねえよな。はい、おそらく。うん、多分まだ大丈夫だよ、信じていこう。そういえばカホ、デザートは何を選んでくれたの？それは肉まんにしました。じゃあなおさら張り切って探さなきゃだね。おう、肉まん出てき、肉まんどこ？全然出てこねえな。プロデューサーさん、
隠すのすっごい上手だったんだね。まあ、けどそれにしたってな、こんだけ探して見つかんねえとか。時間的にもそろそろって感じだし。そうだね。カホー、みんなー、どう？見つかった？めぐるさん、あの、ごめんなさい。まだ諦めたくないんです。だけど。あ、いいんだよカホー、みんなも応援してるんだから。ほら見て、マノとヒヨリ向こうでガッツポーズしてるでしょ。あれはカホたちへの応援なんだよ。めぐるさん、みなさん、カホありがとな。私たちの宝最後までちゃんと探そうとしてくれて。私も自分で見つけたかったし、みんなも同じ気持ちだと思うけど。でも今日はここで切り上げとこうぜ。そうね、これ以上待たせてもいけないし。まだ本番のデザートの時間が残っているんですもの。そっちも楽しまなきゃいけないわ。ジュリちゃん、ナツハさん、ごめんなさい。私紋章ももらったのに、放課後クライマックスガールズの宝物絶対見つけるってなのに。今日はきっと紋章の経験値を貯める日だったんだよ。次の宝探しの時はきっと見つけられるようになってるよ。だから大丈夫。はい、紋章に恥じぬ立派な働きでした。チョコ先輩、リンゼさん、皆さん、ありがとうございます。今日は、ギブアップです。そっか。じゃあ、一緒に答えを聞きに行こう。はい。あれ？おかしいですね。葉月、そこはもう探したわよ。はい。でも、プロデューサーさんからは、ここに隠したと聞いていて。ないよね。誰かが持って行ってしまったんでしょうか。でも。そうよね。落とし物って思われないようにしておいたんだし。それで持って行かれちゃうなんてこと、あるでしょうか。プロデューサーに連絡してみる？隠し場所もう一回確認させてって。そうね。でもプロデューサーさん、今お迎えで運転してるかもしれないし。あー、そっか。念のため周りを探してみて。あの、そしたらアンティークのみんなにも探すのを手伝ってもらっていいですか？きっとみんなも手伝いたいって。そっか、そうだよね。みんなでやったら百人力だよ。マノとヒヨリも手伝ってくれると思う。ええ、みんなで探しましょう。そしたらきっと見つかるわ。みんなごめんなさい、なんだか大事になってしまって。うん、謝らないで。楽しいおやつの時間にしたいっていう気持ちはみんな一緒だから。宝探し延長戦ね。宝物みんなで探してるのにどうして出てこないんだろう。それに豆丸もいない。帰っちゃったのかな。もしこのまま宝物が出てこなかったら、
絶対見つかる。勇気の紋章ももらったんだ。ちゃんとしなくちゃ。豆丸のことはお母さんに聞いておこう。これでよし。草むらのあたりは探し尽くしたよね。それで見つからないとなると、こっち河原川でローラー作戦っていうのどう？そうだよな。何かあって移動してるかもしれねえし。うん、みんなで一列になって河原の端から端まで探すってことですよね。アマナ、いいと思うよ。じゃあみんな横一列に並んでください。号令かけるからみんなで一歩ずつ探していこう。自分の足元だけでいいから見落としがないようにしっかり確認をお願いします。行くよー。結局成果なしとか。いや、申し訳ない。見つかるかと思ったんだけどな。ゆいかちゃんは悪くないよ。むしろこんな探し方思いつくのすごいなって思ってたもん。ありがとう。ああ、とても理にかなった方法だったよ。次の策を考えるのに少し難儀しそうなくらいだ。サクヤ、あんたらひどーい。せっかくチョコがフォローしてくれたのに。っていうのはあれとして、次どうしよっか。もう一回草むらに戻る？あっちは散々探した、と思い込んで見落としてる可能性もあるものね。ええ、それでも見つからなかったら交番にも行ってみましょう。もしかしたら落とし物で届いているかもしれないし。そうだね。なかったとしても遺失物の届け出ができる。時間を決めて遅くなりすぎないように1時間後でどうだろう。それまでは捜索を続けて時間を過ぎたら交番に向かうというのはどうだい？よう分からんけど、タイムリミットは1時間後ってことやね。絶対出てくるけん心配せんとよ。小金さん。うん、みんなで頑張ろうね、天下ちゃん。うん、あの、天下も、もっともっと探す。こういうクエスト好きだから。悪いな。本当の宝探しになったみたい。みんなで一つの宝物を探してるんだね。まだまだ頑張らなくっちゃ。私も気合い入れるぞ。私も、むん。みんなまだ頑張れそうでよかった。そうね、ずっと探すのに付き合ってもらっていたから心配だったけれど。元気そうで何よりだ。だけどそろそろ捜索に戻った方がいいかな。おーい、みんな。あ、お母さんから。どうしたの？皆さん、すみません！宝物のバッグ、私の家にあるみたいです！どういうことだ？あの、今、お母さんから連絡があって、豆丸がバッグを持って、家に帰ってきたって！お？
豆丸ちゃん、どうしたんだろうね。それは、私のせいかもしれません。昨日、一緒に肉まんを買いに行った時、この肉まんはすっごくすっごく大事なものだからって、絶対にどこかに忘れたり落としたりできないんだって、必ず家に持って帰ろうねって。私、豆丸とお話ししてたんです。豆丸、ワンってお返事してくれて。だから、多分、宝物、豆丸が見つけて、持って帰ってくれたんです。皆さん、本当にごめんなさい。皆さんに、いっぱい、いっぱい探してもらっちゃいました。それに、肉まんだって、みんな楽しみにしてたのに。ごめんなさい。顔を上げてちょうだい、ガホン。豆丸はお利口ね。え？ほんとだな。あたしらの大事なもの、よくわかってるよ。さすがはカホのお家のワンちゃんだし、私たちの友達だね。はい。素晴らしい、友です。皆さん？みんなは、カホちゃんに謝ってほしくないんだよ。そうだね。カホは悪くない。もちろん、君の親友もだ。むしろ、宝探しを大いに楽しませてもらったぐらいさ。親睦を深めるという目的は、問題なく達成されているだろう。ええ、みんなで協力して頑張ったんだもん。100点満点よ。宝はここにあった、みたいな。おお、マミミン、珍しくいいこと言うじゃん。お後がよろしいようね。皆さん。それじゃあ、ピクニック再開かな。うちの水餃子、カホたちにあげちゃうよ。そうだね。みんなにも食べてもらいたい。うん、きっと美味しいから。そういやったら、うちらのマカロンも食べたらよかよ。コットンキャンディーもいっぱいあるの。ほら。お空を見てるみたい。みんなで分け合って食べるというのは、やはりこういう場の醍醐味だからね。天下ちゃん、アマナ、一つ気になったんだけど、餃子ってデザートっていいのかな？にへへ、天下的にはデザートプルプルだから。皆さんありがとうございます。ではこれを親愛の紋章、豆丸さんの分です。そうだね、豆丸も大事な肉まんを守ってくれたんだもん。感謝の気持ちを表し、功績を称えてというわけね。おう、渡しといてやってくれよ、カホ。はい、はい。それからみんなも紋章を渡したいぐらい感謝してるよ。だから今度は放課後クライマックスガールズがふっかふかな肉まんをお届けするね。そうだな、借りっぱなしってわけにはいかねえし。受けて恩を忘れず。ええ、最高に美味しい食べ方も伝えるわ。わーい、楽しみ。うちもマミにもうちも肉まん早けん。アンマン派も楽しみだよ。はい、あたし今日のことは絶対に忘れません。そして皆さんにふっかふかの肉まんを食べてもらうまでがピクニックです。だからね
太陽の光を背中側にして霧吹きを使うの。そしたら、はあ、できた。ほんとだー、マナの虹きれいに出てる。マナさんすごいです。あたしもあ、できました。カホちゃんすごい。天下も、あ、じゃあせーので一緒にやりましょう。いいの？もちろんです。じゃあうん、にひひ、かほちゃんと一緒。せーの。すごい綺麗。一緒だと楽しいね、かほちゃん。はい。ねえみんな、大きい虹を作りたい場合は広範囲に水を吹けばいいのかしら？ああ、確かにホースで水撒いた方が大きいのができそうだよな。そしたらみんなで横一列になってやってみる？それよ、明暗だわ。ねえ小金、キリコ、あなたたちもやってみない？虹をつなげるの？面白そうやね。なんだかあっちは合体した虹作ろうとしてるけど。そのようだね。でも私たちはいたずらな妖精を止めなくては。こら、マミミ、無防備なお嬢さんに水をかけようとするのは感心しないな。え？違います。目の前に虹を作ってあげたかっただけ。まみみちゃんってばすごい言い訳。ひよりん、まみみんはいたずら大好きだから、特に背後注意ね。いえ、その、普段は困りますけど、今日は、濡れるのも想定していますから、そこまでは。そういうこと言ってると、本当に水かけちゃうよ。どうぞ。ひよりちゃん、さすがにどうぞはおかしいよ。楽しいな。マジで？どこにあんの？わー、冬も見たいな。ほら、あっちのホース、あっちの。あれ？ない感じ？見えないね。あれ？おかしいっすね。さっきは。てか、芸能人と会うのマジ楽しみなんだけど、うちちゃんと話せるかな。冬もご挨拶するのが楽しみです。素敵なアイドル。